給料以上の働きですが、行きますよーサービスにしておきます。急いでいるので、効率優先これでどうですかこれで終わらせましょう。であ借金給料以上の働きですが、行きますよーサービスにしておきます。急いでいるので、効率優先 これでどうですかこれで終わらせましょう。でああ借金こうなったら、行くしかない破れかぶれだもうい、行くぞ勝手特別ボーナスだキンクトーいや。それパンチキータニャーそれえいや。 行け飛べ吹き飛びなさい暗らいなさい行きますよ暗らい逃がさない潰れておしまいどうだやりますよ当たり舐めるな落ちろチャンス今ですねティーヤ行きますよおや何かマッサージですか痛くも火力も。おやまぁ、あ。くっうわむっち痛くそうわティヤうおぅぅうぅぅ何ですって痛いですねせ、せつこ か、家族に、パパは頑張ったと。会社のために、家族のために。節高帰ってきたぞパパは頑張るぞ復活経費で落ちるかなそりえいやっちゃいますよ次はどうしようかな行きますよさ 運動不足がいやまだまだもう少し休ませてパパはもういけないこのままではごめんなさいねよし早く終わらせましょうこの調子ならななんと嘘でしょままさかはちょっとえ生きてる生きてるよ節子今帰るからな 助かったよ,よかったパパ頑張ったよこれも給料と家族のためすまないドドルファホールディングスで営業部長をしておりますパイガと申しますはあ、下からは突き上げられ上からは無茶振ぶりされ挙げく同格には破綻者ばかりなんて会社だまったく最近家族サービスしてないからなあはあ 家庭すらも安らげないかもしれないなんてこの度は誠にありがとうございます。記者のご後輩に弊社社長花形も感謝しております。誠実に対応させていただき記者のご向上にお答えしたいと存じます。今後とも末永くご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。いやーほん ありがとう。君のような部下を持って、私も鼻が高いよ。今夜はおごらせてくれ。ほほー、こんな遅くまで残業かね。陰ながら、私も応援させてもらうよ。頑張ってくれたまえ。今月の業績トップは君かいやー、よくやってくれた。君こそ、我が営業部のエースだよ。頑張っているようだね。関心関心、こ、告白。いや、 私は最大者であるからして、いや、ほんとこんなのがうちのにバレたら大変なんですよ。へ、ええ、勘弁してください。いやーまっ 全く役に立たないねえ、君はそんなことじゃボーナス査定マイナスだよ、マイナスローンだって残ってるんだろうなら気合を入れたまえよまったく何もう少しで大口契約が取れそうなのかねよし次の会合には私も出席しようえー、皆さんこんにちは。えー、パイガ役上田洋二です。えー、楽しんで。 いただいてますでしょうか <laughs> ええと、この役ね、あのー、前回生き残ったので <laughs>、もしかしてと思っていたら、また 再び活躍できたので、とても、えー、僕もあの、前回演じてとても楽しい役でしたので、あの、演じ替えがありました。なんかちょっと、あの、こういうね、かっこいいお,お,お兄さん、かわいいお姉さんがいっぱい出てくる中で、ちょっと異色のキャラで、僕もちょっと色々遊んで楽しませてもらいました。えー、なんか、まあ、たまにちょっとね、橋休め的な感じで、こういうキャラクターもいるぞというところで楽しんでいただければと思います。えー、またどっかでお会いできましたらよろしくお願いします。それでは。